皆さんよろしくお願いします。哲学とです。 SE 上達術、今回は、ネットワーク技術入門におすすめのサイトをちょっと3つほどご紹介したいと思います。私は本業としてインフラ系のエンジニア、ネットワークとかあとサーバーのエンジニアをしてるんですけども、その中で初心者に特におすすめしたいサイトっていうのがありますので、ちょっとご紹介したいかなと思います。で、最初の一つ目がこの、3ミニッツネットワーキングというあれで、3分間ネットワーク入門講座とかね、そういう本を本屋で見かけた方もいらっしゃると思うんですけど、この書籍化される前の記事を載せているサイトなんですけど、この網野先生っていう先生が作ってるサイトです。で、このサイトのいいところは、博士とネット君っていう、私たちみたいにネットワークを学んでる人間ですねの対話形式で、ネットワークの仕組みを基礎から学ぶことができますと。で、その名の通り、1単元1つのテーマが3分間程度で学べるので、隙間時間の学習にも非常に最適です。ただ、これではこの3分間ネットワーキングを全部読むと、基礎的なことは分かるんですけど、もう少しその高度な内容を扱った、30ミニッツネットワーキングっていうの記事もありますので、これも合わせて読んでみると非常に勉強になるんじゃないかなと思います。で、ここで基礎を抑えられたら、もう少し上級編のサイトとしては、まずですね、ネットワークエンジニアとしてっていう、ネットワークエンジニアの方が作ってるサイトなんですけど、シスコの最高峰資格 CCIE っていう資格があるんですけど、を取得されている著者によるネットワーク技術の解説サイトです。で、解説記事の分かりやすさはもちろんのこと、 IT エンジニアの、キャリアについての考え方な、入社何年目でこんな風になれたらいいなとか、そのどういう製品を覚えていったらいいのかとかね。で、さらにその転職についての記事っていうのも多くて、この著者自身が、実際に経験したことに基づいて記事を書かれているので、非常に参考になります。私も転職の時にも参考にしましたし、そうですね、ネットワークについての、私は情報処理技術者試験の、ネットワークスペシャリストも持ってるんですけども、その前にこのシスコの CCNP という資格も取得したんですけど、その時にこう技術的に分かんないことがあったりすると、こういうサイトを読んで勉強したりとかしてましたね。で、もう一つが、ネットワークのお勉強しませんかっていうサイトで、これはネットワークスペシャリスト受験の際に非常にお世話になったこのジーンさんっていう人にが書いてるネットワーク技術の解説サイトなんですけども、実況を使った検証記事なんかがすごく多くて、こちらも参考になります。このジーンさんっていう方のその非常に論理的なネットワークの解説っていうのは、私には結構分かりやすかったので、ぜひ興味のあった、この3つのサイト、どのサイトも非常におすすめですので、ネットワークに携わる方はぜひ読んでみると勉強になると思います。どうもありがとうございました。もしこの動画が参考になりましたら、チャンネル登録の方もぜひお願いします。質問などはコメントで、遠慮なくしていただければ幸いです。どうもありがとうございました。